一度そう今話しましたけど。で、この2005年以来、まあ、実際には金利を上げてこなかったわけですけども、1.75%今年は上げるというふうに、いくにかのフォーキャスターが予測しているわけですね。これ、フェイトが言ってるわけじゃないですけど、そういう意味ですね。それから、What about the longer run? 長期的にもっとより長い目で見たらどうなんだろうかということですね。After all, most homeowners and firms seek to borrow over years or decades. Almost ほとんどの家の所有者や企業が何年もしくは数十年にわたって借り入れを求めてきた後で、ごめんなさい、アフターオール、結局ですね、結局、多くの家の所有者や企業は何年にもわたって、何十年にわたって、借り入れを求めてきたと。それで、for an answer、一つの答えとして、You have to look beyond the Mr. Powell to the forces driving the economy。あなたは、フェドの議長のパウエルを飛び越えて、経済のを運営する、経済を回していく力を見なければならない。だから、パウエルの言ってることではなくて、もっと先読みしていかなければいけない。だから、さっきの前の文章で、パウエルが2024年2%戻して、中立金利でもって経済の均衡するよというふうなことを言って、経済運営は彼はしていくわけですけれども、でも本当にそれがいいのかどうかっていうことは、この書いてる記者はですね、疑ってるわけですね。ですから、あなたはそういうインフレ期待に対して今後どう対応していくかっていうことはですね、パウエルの言う通りにしては危ないんじゃないのかということを、彼はここで言ってるわけですね。ですから、ビヨンド・ミスター・パウエルという、そういう言葉を使ってますね。ですから、フォース・イズ・ドライビング・ザ・エコノミーという、経済を、まあ、ドライビングですが、運営しているというか、経済を回している力、どういう要因でもって経済を回っているのかということを、あなたは見極めなきゃいけない。それはだから、中立金利でもってそれを抑えようというふうな形でね、政策でそんな簡単には経済動いていかないということを言ってですね。それから、マネタリーポリシー is anchored around the neutral rate of interest。 金融政策は、さっきの中立金利ですね、中立金利のあたりに錨を下ろしている。中立金利のあたりに定めようとしているんですね。The price of money needed to balance the global appetite to save with the desire to invest。投資に対する要、要、投資に対する願望に対して、貯蓄に対するグローバルな欲求、アペタイト、欲求とのバランスをが必要とされる、お金の価格、お金の値段ですから、お金の値段というのはここではニュートラルレートオブインテレストのことを言ってるわけですけども、要するに、貯蓄と投資との均衡を探るような中立金利に、金融政策はアンカーと錨を下ろしているということですね。This is a fundamental variable over which central bankers have little control。中央銀行が管理できない、その This というのはニュートラルレートオブインテレストのことを言ってますけれども、中立金利というのは、中央銀行が管理できないファンダメンタル、基本的なバリアブル、変数だと言ってるんですね。ですから、ここで書いてる記者は、中央銀行の政策としては、中立金利に、
勤労就職させていこうというマネタリーポリシーを持っているわけですけれども、そこの前の文章で彼が言っているように、あなた方はじゃあパウエルが言っている中立金利に沿ったインフレ対策とか金利政策というものをその通り真に受けちゃいけませんよと彼は言ってるんですよね。でそれを The force is driving economy という経済を運営する力というのは必ずしもこの言ってるような中立金利に従ったものではない。だから、まあ、長期的に見てですね、結局こういうその多くの家の所有者とか企業はですね、何年にもわたって数十年にわたって借り入れを求めてきたわけですけれども、その答えとしてはパウエルは経済をね、収束しようとしているわけですけれども、中立金利ですね。でも果たしてそれがいいのかどうかっていうことはですね、しっかり見極めていく必要があるということですね。ですから、ですね、まあここではですから最もありそうな予想としては、フェドが予想していた以上に、まあ、金利が上がっていくと、長期金利が上がっていくと、いやはもうオープンですね、1年もしかそれ以上の長期金利が上がっていくと。だからただ僕はさっき言いましたように、それが予想した人が 1.5% の金利、2022年ですね、それは2005年以来なかったわけですけども、1.75% で済むのかどうかっていうのはかなり疑問だと思いますね。で、まあ、ここに自然、ニュートラルレートインタレストということで、自然利子率と書いてありますけど、これはさっき説明した通りで、需要と供給は時の経過ともに変化するため、これを事前に算出することはできない。ですけど、ある経済で需要と供給が均衡し、過剰なインフレを引き起こすことなく、順調に成長していく金利水準と言っている。ここではパウエルが言っているのは 2% を言ってますね。 2% がこういうふうな需要と供給を均衡させる要因ではないかということを彼らは言っているわけですね。このことはですね、私も初めて今回自然利子率、自然金利ですね、中立金利とも言いますけどの件を勉強しましたが、まあ、そういうふうなマネタリーポリシーというか、ここで言ってるマネタリーポリシーはそういうふうな政策でもってやってるんだということですね。でこのマネタリーポリシー、この金利そのものはですね、ここにも書いてあります、事前に算出することはできないということで、実際のね金利は金利水準を実際に算して後で分かるんですけども、まあフェッドは 2% だと言ってますね。で、ここでよくわかんないのは、この This is a fundamental variable over which central bankers have little control。 だから中央銀行は金利全く関与できない基本的な変数、金利のことですね、だと言ってますね。まあ金利を操作するっていうか、このニュートラルレートオブインテレストっていうのは、なんていうのかな、目標金利なんですかね、実際には。だから、the price of money needed to balance the global appetite to save with the desire to invest。 だから、貯蓄と投資のバランスを取るに必要なお金の価格、お金の価値なんですね。それをニュートラルレートオブインテレスト、だからそう、まあ、2% ということであれば投資と貯蓄が均衡するんだというふうにアメリカのフェドは言ってるんですね。日本も同じような目標を考えて、まあ、2% ということを言ってきたわけですけれども、これはですから、まあ、今回
ニュートラルレートオブインテレストっていう言葉をですね、ぜひ皆さんに覚えていただきたい。ある経済で需要と供給が均衡し、過剰なインフレを引き起こすことなく順調に成長していく金利水準のことだということですけども、僕は初めてこれ知りました。ですから事前にこの金利を算出したりすることはできないというわけですけども、これが今回面白いなと思ったのは 2% だということを、フェドのね、連邦準備銀行のパウエルが言ってるっていうのは、ああそういうことかなと。でやっぱりですね、多くの家庭とか企業は何十年にもわたってね、お金を借りようとしてきてる。だから長期的に見たらどうかっていうのは、やっぱりそういうふうなある基準でもってね、金利を設定していくような金融政策を取っていく必要があるだろうということですね。まあ、そういう意味からしますと、中国なんかいい例ですけど、不動産バブルで今回崩壊して、とんでもないことになってますけど、そういう意味ではここでのニュートラルレートオブインテレストっていうのは中国の経済にも当てはまるのかもしれませんね。今の海外の金利何パーセントかちょっと分かりませんけど、そういう経済の過熱、先ほど言ったレードフォートっていうのは景気刺激策で経済が過熱してる、それを抑えるためにタイトニングファイナンスということを金融引き締めということをやるわけですけども、今回アメリカで僕は初めて皆さんお分かりになったと思いますけど、昨年からですね、一昨年からですかね、バイデン、トランプの時からスティミュラスということで何兆ドルもですねばらまいて、で失業者が結局政府からの助成金をもらうと、前働いていたより給料多くなってしまったという事態が起こったりしたんです。その結果労働者が働かなくなってしまった。だから今でも求人に対して、雇用が充足できない状態が続いているわけですね。それで一方ではサプライチェーンがですね、コロナのおかげでですね、停滞して、しかも輸送コストが 4,5 倍になったと、中国からアメリカへですね。でそうした要因ですね、それが労働者に出てこない労働不足、それが一方ではスティミュラスのおかげでですね、一般大衆に金がだぶついたわけで、物を買う圧力がだいぶ意欲が高まってきた。そういうことが付装してこの半年間でですね、とんでもないインフレで、初めは去年の10月頃まではね、フェドはこれは一時的だっていうことを言ってたわけですね、金利インフレの上昇は。でも実際には、ここ2、3ヶ月は一時的じゃなくて実質的なもうインフレが生じてしまっているということを認めたわけですね。これはもう歴史が何回も繰り返すわけですけど、あれだけ景気刺激策を打てばどういうことになるかということは分かってるんですが、アメリカ政府も日本政府もそうですけど、図体がでかいので舵がすぐに取れないという問題があるのかもしれませんし、バイデンにしてみると今でも例えば彼は3兆ドルを提案したけど、今 1.5 兆ドル減っていって上院で止まってますけども、さらに環境投資をしようとしてるんですね。それからキーストンのパイプラインと石油ですねを止めたりして、原油価格が上昇して、今回のウクライナでも例の戦争が起こるか起こらないかみたいな際どい状況になってますけど、そういう状況が続けばですね、一体何が起こるかというと石油価格が高騰しますよね。だからキーストンのパイプラインの建設を止めてしまうのを再開すると同時にですね、今言った 1.5 兆ドル の、 環境投資ね、環境投資なんて何を今やることはないわけですよね。でそういうふうなことをどういうふうに考えていくのかという意味ではですね、彼もオカシオ・コルテスとかですね、カメラ・ハリスみたいな左派がいるので思うように実施できないかもしれませんけど、そこら辺のところはですね、やっていかないとインフレにしましてもですね、景気の悪化にしましても、金利にしましても、今年とんでもないことが起こってしまうということになりますね。
で、それは見えてるんですけど、今言ったように民主党も必ずしも盤石な体制じゃないので、まあ、こんな状態になっているというふうに考えることができると思います。で、今日はこういう、もうこうしたことで終わりますけども、あともう一つあるんですが、今日はそこら辺やりませんが、まあ、以上で終了します。